好了，我们要先试玩这个所谓的 VR 沙龙，听起来，进不去。啊？要破主线？干！好，你逼我的，我赶快破主线。来，不可以玩啊！我好想玩啊！听起来那是色色的东西，受不了，受不了。よ、沙織ちゃん、これどら焼きね。限定もんだって。源田法律事務所は俺の古巣だ。3年前に辞めて以来、顔ぶれは少し変わった。どうも、矢上さん。星野くん、どう？お、菜鸡。皆さんよくしてくれるんで。什么？这游戏没有色情元素？没有啊，任何一丁点都没有。司法試験でもトップクラスだったって。ならも没有女优。大きな事務所でも行けたろ。いや、なんてこと言うんですか。聞こえてるぞ、矢上。源田先生、どうも。俺には生みの親を入れて親父と呼べる人が3人いる。この源田先生もその一人。俺が弁護士になる前から。この事務所で働かせてくれた。新谷先生はどちらに？我内心很大声哦，不好意思，不好意思。ちょうどよかったじゃないか。顔合わせずに済んで。え？お互い嫌いだろ。お前らどっちも相手をバカだと思ってるからよ。まさか尊敬する兄弟子ですよ。それをバカにするなんて。うちの仕事が欲しければあいつともうまくやれよ。お前はもっと先輩に敬意を払ってだな。あ、源田先生、どら焼きどうです？先生なら絶対気に入ると思って。あ、あれ全部言っちゃった。半分なら残ってます。太快了吧兄弟。好的，我们要接一点案子，但应该不是跟律师相关的。那沙織さん、なんかうちに回す仕事ないです。哦哦，好冷漠。但不是 有些人会觉得蛮爽的。僕が矢上さんに仕事頼むなんて、そんなの恐れ多いですよ。おお、好冷漠。才怪。硬要做效果。请问有没有工作给我们啊？可能代刷个那个哈的关卡啊，打地下城啊，对不对？代打工位战啊，我觉得没什么问题。なんか仕事ありませんか、源田先生。仕事な。そもそもお前。いつまで探偵なんか続けんだ。こんな危なっかしい町で。平和な町じゃ仕事になりませんよ、探偵は。借金で取り立てが探偵の仕事か。まあ仕事がないよりはいいかと。そりゃ探偵じゃねえだろう。何でもやだ。もともとそんな感じで始めた家業ですから、俺の場合。なあ矢上。はい。お前もう弁護士に戻る気はねえのか。ありませんね。どうしてもかよ。見てください、俺のこの目。うん？こいつは人が善人か悪人かまるで見分けられないんですよ。そんな奴に弁護士なんて任せちゃダメです。3年前の件ならあれはお前のせいじゃねえぞ。あれはお前が優秀な弁護士だからこそ起きた事故だ。事故だとしても俺はあんなの。え、那真的是阴影ね。なんですよ。可是律师就是要帮忙那个啊。
暇にしてると、就是要让你的，让你的委托人就可以无罪嘛，这是最大的目标吧。だから何でもいいんで、ずっと忙しくしてたいんです。可是你又不确定，你辩护的那位仁兄，他是不是说真话？ラブを張り込んで証拠写真を撮影、それから尾行とゴミ漁りだ。やるか。いいですね。もちろん喜んで。お手上げだな。後で資料送っとく。次来るときは手土産いらねえぞ。金が余ってしょうがないってときだけ持ってきてくれ。了解です。丢给 this。好，那这边看起来是没什么工作可以接了。源田法律事務所です。え？ええ、います。わかりました。八神さん、新谷先生から。ん？裁判の証拠集めを頼みたいそうです。殺人事件の。殺しの？なんだよ。うちにそんな案件あったか。いえ、私も今初めて聞きました。八神、さっきの離婚裁判は忘れていい。新谷を手伝ってやってくれ。殺しの弁護なんざうちも3年ぶりだ。新谷先生、太平通りのバーにいるそうです。すぐ来てほしいと。太平通りのバーってテンダー？そうです、バーテンダー。好了，马上就有事件要来了。之后会跟最初在游戏里面看到那位新谷一起做行动嘛？我觉得新谷应该算是一个傲娇，就是他嘴上说讨厌，其实他很喜欢主角，一定是这样子。而且有可能在三年前，然后主角不当律师之后呢？新谷就觉得少了点什么，少了竞争对手和目标，没有动力了，你知道吗？哎呦！这游戏真简单。会怕就好 ，Get out。是什么难度？我们可以等一下，我先把难度调最高。哎，这游戏地上会有钥匙吗？有没有钥匙？就可以去那个。中上的地方就去开那个置物柜。バーテンダーは20年前、俺がカムロ町で初めてバイトしてた店だ。マスターはその頃から老けてたのか、今もあまり変わってない。ターボか。小心、这个店长他是参总。大家小心。ああ、仕事の話なんだ。また来ちゃった。你是肖对不对？あんま飲みすぎんなよマリネ。注意、有没有一个女生在那边打工？仕事相手、今日のクライアント。うちの仕事が欲しけりゃもっと早く来い。遅すぎんぞ。急な呼び出しに遅刻もないだろう。妙な先輩風はよしてくれ。一杯飲ませてもらいます。俺の金でか。いや、源田事務所の交際費ってことで。他们还斗嘴。東條会の松金組若頭、羽村恭平。お前はよく知ってるな。今日もさっき会ったよ。羽村の頭が依頼人？ああ、逮捕された。殺人とした意気でな。マジで？マジだよ。
で、松金組からうちに弁護の依頼が来ちまったんだ。まあ、松金の組長は裁判ごとじゃずっと源田先生を頼りにしてきたからな。でも今回はなんであんたが。源田先生が俺の名刺渡してたらしくてよ。たく、なんで俺がヤクザの弁護なんて。ご愁傷様。これから神室署で羽村に接見する。お前も一緒に来い。俺と違ってヤクザには慣れてんだろ。かもね。接見の前に事件の大筋を共有しておく。まず被害者は関西協力会のヤクザだ。一週間前、神室町のゴミ捨て場で死んでるのが見つかった。おい、その事件って。ああ、死体の目がえぐられてたって例の事件だ。警察は羽村をその犯人と見ている。でかい事件だな。今までに目をえぐられたヤクザは。律师帮黑道辩护失败了，你也活不了，注目される。对不对？很恐怖啊。初めの2件は他们就会威胁你。哎，如果你没有把我们弄到无罪，自己小心呐。連続殺人じゃないと。ああ、三人死んでて全部未解決じゃ警察もカッコつかねえ。だから多少強引だろうが、今回のだけでも片付ける気なんだろう。どうせ被害者はヤクザだ。世間もうるさくは言わん。哦，这边会有连续准队，有效的打听情报的话就可以得到奖励。这个选项会有时间限制吗？因为有时间限制的话，真的有点赶。哦，还好没有。加害人与被加害人都是黑道的命案，不用客气了。敢要直接问核心的，那我们就用我们自己的判断。当律被抓的当下，不要问这个模棱两可的问题，应该要问当下会有什么反应吧？我觉得是说辞，所以我要选说辞。他们觉得是那个嘛，宇春杀的，所以宇春有说什么话吗？羽村は事件のことなんて言ってんだ。やってないと言ってるそうだ。警察の言いがかりだともな。じゃあ無罪を主張するってことか。主張無罪。接着、え、所以他是三選二、然後選對兩個、对不对？警察が羽村を逮捕した理由は？理由は二つ。被害者は神室町に進出してきた関西ヤクザで、もう何ヶ月も東条会と交渉している。となると十中八九殺したのは東条会系列のヤクザだ。で、羽村もその一人。もう一つの理由は。事件当日、羽村は被害者と口論をしていた。事件前に被害者と喧嘩してたからってことか。好，我们可以再多问一点。実際に羽村が殺したのか。あんたどう思う？そんなのわからないし、どっちでもいい。依頼人が無罪を主張するなら、俺も法廷でそうする。それが弁護士の仕事ってもんだ。好，差不多了。もう十分わかったよ。そろそろ店を出よう。先に行っててくれ。俺は何本か電話かけてから行く。神室署までタクシーで行っていい。わかった。もう行くのか、タボ。珍しく忙しそうじゃない。まあね。今度お前さんに仕事頼みたいって客がいたんだけどな。まあ、仕事もらえるなら助かるよ。なら。また手が空いたら来てくれ。好了，现在要搭计程车前往神事署，我不知道要去干嘛。
先过去看看。哎，这个位置，这一栋是在人龙之龙起的时候是一个泡泡浴，叫桃源乡。为什么我记得这么熟？因为这边发生过很多事情。咱们童生带着小妹妹进来这边，就超好笑。好了，我们即将前往神世俗。どちらまで行かれますか？それでは。よう、今夜はよく会うな、ターボ。笑ってもいいんだぜ。羽村さん。源田法律事務所の新谷です。組の方からご依頼を受けまして。おお、頼りにしてるぜ新谷先生。まあ俺らも仲良くやりましょうや。うちの親父と源田先生みてえに。ああそうですね。では早速ですが、いろいろ聞かせてください。話の裏取りや調査はこちらの矢上が進めます。そりゃ頼もしいな。よろしくどうぞ。逮捕の理由は殺人ということでしたが、そのお心当たりはあるんでしょうか？ああ、お心当たり？実際に頭がやったのかってことです。どうなんです？やってようがなかろうがよ、お前らの仕事は俺をここから出すことだ。違うか？違いますね。俺はもしあんたがやったって証拠を見つけたら手を引くのか？いや、それを検察に渡してあんたをムショに送らせます。ふざけんな！てめえは殺人鬼だって無罪にしたんだろうが！おい八神。3年前、少なくとも大久保新平は無実の可能性が高かった。だから俺も信じることができた。でもその後大久保は恋人を刺して火までつけたじゃないか。ターボ、あん時お前は無罪取るって手柄に目がくらんだんだよ。だから人殺しかもしれねえっていう男を野放しにしただろ。正直に言えよ。疑わしきは罰せずですよ。なら焼き殺された娘の親にそう言ってみろ。それができねえから逃げたんだろ、弁護士って仕事からよ。事件の話に戻したいんですが、構いませんか？ああいいぜ。お前もいいな。分かったよ。続けてくれ。失礼しました。ではまず被害者は協力会組員で、名前は組。我需要做笔记吗？年齢は30代。12月4日の早朝6時、ゴミ捨て場に死体があると110番通報がありました。事件前に頭は被害者と不要す。我不用做笔记吗？真的吗？警察は何か言ってませんでしたか？我这样比较感觉。柱を逮捕するだけの証拠があるとか、そんなもん俺にわかるわけねえだろう。なあ、新谷先生。ただ警察にどんな証拠があるか、今の時点では弁護士にも開示されません。起訴前は羽村さんの話だけが我々の頼りでして。そうかよ。それじゃあ八神、お前から羽村さんに聞いておきたいことは。好、来问问你啊。有没有不在场的证明、这是最重要的。頭のアリバイはどうなんです？
まず被害者の死亡推定時刻は深夜2時から3時の間らしいな。その頃どこにいたって取り調べでしつこく聞かれた。実際どこにいたんです？サウナだ。サウナ？サウナ露天。朝までずっとな。请务必告诉我在哪边。証拠証言はなしですよね。あれば今頃逮捕されてない。そういうことだ。ふざけた話だがよ。问真实的事件是什么？这个可能是动机吧。被害者の久米とはどこで揉めてたんです？スッポン通りにアムールってクラブがある。その店先だ。俺は組の若い者を連れてた。その時に強霊会と睨み合いになってよ。ああ、そいつが組って野郎だった。喧嘩吹っかけたのは頭の方かな。ああ、関西の下っ端にでかい顔されたんじゃメンツが立たねえ。それに俺もまあまあ酒が入ってた。それは何時頃です？9時過ぎだ。久米と睨み合いになった。9点。等于说这期间过了5小时他也死掉。いや、野郎が逃げようとしたのを捕まえてよ。アムールの中に引きずり込んだ。は？いや、口論って聞いてましたけど。じゃあ、ハムラさんは大勢で被害者を拉致した。ああ、アムールはうちの組でケツ持ちやってる店だ。で、中にいた客は全部返してよ。しばらく久米に焼き入れてた。ただ殺しちゃいねえ。その後やつは裏口から叩き出してやった。俺もそのまま店を出た。ああ12時よりは少し前だ。わ、9点真子。然后把他揍到12点了。無理やり拉致され、朝には目をえぐられてた。俺が警察でも頭を逮捕しますね。最后面是警察的行动吗？现在二选一。关于被害人，被害人都已经知道了吧？那就是警察的行动。警察でこの事件を担当してるのはなんて刑事です。カムロ署組対の黒岩だ。新谷先生なら知ってんじゃねえか。管他的，反正一定会选错了。敏腕というより剛腕って評判の刑事です。前にあった強霊会の殺しも担当してたはずで。ヤクザをヘとも思ってね。筋肉はね、デカだ。好、关于被害人。被害者の身元は確か久米敏郎、34歳。但这不在讲废话吗？下っ端だ。久米はカムロ町に一人でいたんですか？抗争中の関西ヤクザが敵地で一人きりってことは。ああ、もう一人連れがいた。野郎の兄貴分だろうが、名前は知らねえ。強霊界の人間は合わせて二人か。こっちは俺を入れて松金組が5人いた。久米の兄貴分はアムールに連れ込まなかったんですか？その前に逃げられた。やつも死に物狂いだったからよ。あ、就这样问完了。今聞けることは大体聞けた。わかった。是不是昌哥又选错？这里应该提到的是那个被害人有旁边有没有他的伙伴吧？因为如果有第二个人的话，那在事情结束之后，他们应该会通电话，然后说哦，我被揍了一顿了，怎么样怎么样怎么样？这样我们就可以弥补这两小时之间有没有一点线索。お前はこの後サウナ御殿に行ってくれ。一応店員に。ハムラのアリバイを確かめろ。了解。もしアリバイが証明できりゃ裁判するまでもねえんだがな。明日報告してもらうぞ。こっちから連絡する。哦，这个选项应该要换一个，就是被害人有没有同伙之类的，因为毕竟是黑帮嘛。现在应该要去跟桑拿拿那个监视摄影机的画面。可是我有个疑问，如果一般这种侦探，
他没有，他没有职权吗？那跟店家要监视摄影机的画面，他们会给？哦，这里就是桑拿店，对不对？我是走错地方了，走错了。はい、いらっしゃい。いや、客じゃないんですけど、少し話せます。この間ヤクザが殺された事件のことで、死体の目が抜かれていたってやつ。ああ、刑事が聞き込みに来たよ。事件の時、犯人がうちに来てなかったかって。看店家要不要给？我们就说哦，記者かなんか那个似たようなもんです。是东城会罩我的哦。你知道不给会发生什么事情吗？事件の日、彼こちらに来てませんでした。警察にも言ったんだけどね。あの夜受付は俺がやってたんだよ。まあでもどんな客が来たかなんて覚えてないね。成立了吗？我觉得要摄影机画面的。客の出入りは多いんですか？終電まではね。うちはさ、始発まで時間潰しに来る客ばっかなの。そうすると夜中は入店の客だけ、帰る人はまずいないのね。あの晩もそう。なるほど。じゃあ、因为里面的店就是进去了就不出来嘛，可能会待到早上之类。因为去桑拿店本来就要去休息。そうそう、警察もそんな風に言ってたよ。只要找到。当晚进三温暖的证据就万事解决了。不过听说没有找到任何能不在场证明的证据。店の中に防犯カメラはないんですか？客の出入りをチェックするよ。あるけど、うちは3日で録画消しちゃうんだよ、自動的に。だから警察来た時にはもう消えちゃっててね。あ、三天？そうですか。わかりました。お忙しいところどうも。照理说都要存一个月吧，三天是三小啊。三天？对啊。ねえ、いつもここに立ってんですよね。12月3日の夜、サウナ御殿に入っていく客とか見てません？本当ね。わかんない。わかんない。笑屁有根。あ、少しいいですか。12月3日の夜、サウナ御殿に入ってったヤクザって。なんだいそりゃ。そんな昔のこと覚えてるわけねえだろ。仕事の邪魔だよ。行った行った。吧，看起来问这群人没什么屁用。哦。哦，少しいいですか。这个老人看起来非同凡响。俺のことなんて誰も気にしてないんだから。啊，没事，我都没有人在乎我，我去死了。不要对你的人生放弃啊！你还有机会啊！你看看你现在，你在东京新宿最棒的闹区，你已经领先了别人多少步了？你自己说，你看，别放弃。你还有大半辈子可以过啊！不要放弃你的人生，加油！ちょっとすいません。12月3日の夜、サウナ。我在欧洲吗？没有回台湾了。っていうヤクザがいるんですけど。是几号回来的？22号回来。このハムラって男なんだけど。さあ知らない人だね。この町はヤクザいっぱいいるから。でも3日の夜ヤクザっていうと、なんかこの辺でホストが顔殴られたとか騒いでたな。ヤクザに。あ、大した怪我じゃなかったみたいだけど。え、12時とか。え、这边反而找到了被害人。事件の夜。
ホストを殴ったヤクザがいた。ただ俺が見た時にはもうヤクザいなくなってたし、ホストも少し騒いですぐ消えちゃった。どう、今の話なんか役に立ちそう？有、谢谢你。そのホストがどこの誰とかは分からない。分かんない、だってホストってみんな似たような顔してるじゃん。今そいつの顔見ても多分思い出せないかな。他にそのことを知ってる人は？さあね。ありがとう、ご協力どうも。男公关都长得很像，因为你根本就不会去看他的脸嘛。现在应该要去另外一家的俱乐部，去调查附近有没有目击证人，去看到那个被害人在12点到2点之间发生什么事情，然后还要确认他们是不是说真话。如果他们说的是假话，哇，那更我头更痛。哎呦，现在要先去休息了，没有办法调查了。我一直有疑惑欸，八神右边口袋里面那个是什么东西？手机吗？如果是手机，是不是有点太大了？那个比例。如果是钱包，会不会太长了？啊，这么大台，那是什么东西 ？iPhone XS 吗？你那个难道是 Note 9？哎，カイドさん、もう上がってると思ってた。うち帰っても寝るだけだしよ。さっきまで外で飲んでた。なのにここでまた飲んでんの？俺の酒を。で、なんか仕事入ったか？ドラ焼きのおかげでうまくいったよ。刑事事件の証拠集め。それも殺しの。源田事務所でか？最近は民事ばっかやってたろ。刑事は金になんねえって。ただ今回は松金組の山だからね。逮捕されたのは羽村の頭だ。なんだと？事件は例の強霊会のヤクザ殺し。あの目玉えぐられたやつか。なあ、さっき接見に行ってきた。本人。当然会说自己是无辜的。へえ、そうかい。気乗りはしないだろう。弁護すんのが羽村の頭じゃな。あんたを組から追い出した張本人だ。なんなら今回は俺一人でやってもいい。別に俺は頭に追い出されたわけじゃねえ。てめえで下手打っただけだ。気にすんなよ。お前が受けた仕事だ。俺も乗る。そっか。好，那我们这边先把这个小段落告先到这边先结束，之后应该是要继续调查那个命案的发生了。重点是被害人有没有办法捕捉到他的信息，只是那个三温暖也蛮雷的，因为我们现在只有那个老头口头上面的证明的话，没有办法变成这么直接的证据，所以要打赢这场官司的话，必须还要有更冲击性的东西。